村国座改修前の村国座の周り、舞台2月村国座は、岐阜県各務原市にある芝居小屋。村国神社の境内にあり、もともとは村国神社の奉納する芝居を行う場所であった。鏡の舞台として、重要有形民族文化財に指定されている。江戸時代、明治時代、美濃国飛田国では、地元の人々による芝居が、盛んに行われており、数多くの芝居小屋が建てられた。 この村国座もその一つである。構造は、二階建ての白壁の切り妻作りである。小規模な芝居小屋とはいえ、周り舞台仮花道、多遊座、奈落を備えている。佐治奇跡は1階と2階にある。劇場形式の農村舞台である。村国人者法のお歌舞伎は、現在、子供歌舞伎として存続している。村国座は大規模な改修がされておらず。 江戸時代、明治時代の地方の芝居小屋として、貴重であることから、重要有形民族文化財に指定されている。2006年より、耐震補強、周り部隊の復元などの大修理が行われ、2009年3月に、竣工する。村黒人蛇法のお歌舞伎は、毎年10月第2土日曜日に行われている。このために、地元の子供たちは8月から稽古に励む。岐阜県は、 芝居が盛んな地域であり、江戸時代から20世紀前半に建設された木造芝居小屋が現存する。ありがとうございます。